名前から伺ってもよろしいですか。はっちゃんです。はっちゃん、はい、66です。66歳、はい、はい、50歳、ね、なるほど。ちなみにお二人はご夫婦なんですか。一応だから席は入ってないんですけど、はい、もう3年つけてます。お二人で一緒にホームレスを始めたんですか。私は最初上にいたんですよ。ははは。ジュリさんはもともとどこにいらっしゃったんですか。私あする前は群馬県の高崎で、はい、派遣会社の寮とかも全部入ってて、はい、ちょっと夜勤とかもして一応住んで、そこでちょっと体調崩しちゃったの、はい、風邪ひいて熱出したみたいな、はい、それでもう結局派遣会社だから、はい、熱でも何でもいいからちょっと出てきて、はい、もうそういう仕事だからやってくれって言われて、はい、ちょっと何日かは出たんですけど、はい、もうちょっと体がだるくなっちゃって、はい、で仕事もなんないじゃないですか、はい、それでも休ませてもらえなくて、うん、もうそれでストレス溜まっちゃって逃げるような形で会社を離れちゃう。でその後は最初どこ行くかなと思って上野、東京、高崎から上野に出てきて、そうそう、で一応何日か2日ぐらいインターネットみたいな、ネットカフェみたいなの泊まってて、はい、やっぱりお金に底をつくじゃないですか、うん、で上野でちょっと体調崩しちゃってやっぱり寝てて、はい、で一回救急車に運ばれちゃったんです、はい、点滴だけやって、はい、荷物持って生活保護受け取りした。埼玉、うん、何年かやる、うん、そこでもやっぱり体調崩してて、やっぱりむくみとか全部出ちゃって、ちょっと3ヶ月間寝ちゃったんですよ。退院して戻るとこはあったんですよ、その病院、はいはい、個室だったから、はい、でそこは入れたんですけど、はい、やっぱりもう疲れたんで、やっぱりそこにいるのやっぱり神経、やっぱり人の神経、うん、からみんなで一緒にいるのは大変だなと思って、やっぱりそこも出ちゃって、で今度その時に代々木に行ったんです。行ったんですね。あのちゃんは、ホームレス始めてはどれぐらいなんですか。5年ぐらい。あれこれ20年前に別れて。あ、ご結婚してらっしゃったんですか。普通の生活してて。はあはあ、で41ぐらいの時です。21ぐらいの時に別れて。はあ、新しくなって。はあ、一人の方って、はあはあ、それを転々として、ね。はあはあ、その5年ぐらい前に胃潰瘍になって、はい、で結局会社じゃみんなに行けれるかっていうんで、はい、で初めて生活保護入って、はい、でその寮、施設の寮がやっぱりはい、その生活保護のからその自分の給料は丸々の8万ぐらいあったんですよね。ちょっと周りがみんな貸してくれ貸してくれと、はあ、来るわけですか、はあ、自分はお金あるから、はあ、でまあ、最初は1000円2000円貸したんですけど、はあ、でそれがだんだん額が大きくなってね、はあ、で結局返してくれないじゃないですか、はあ、でみんなそれお酒とかギャンブルでみんな彼ら使う、はあ、要するに先輩だよね、はあ、自分はまだ入ったばかり、あ、そうですよね、強制的に生活するとか、はあ、そう脅かしされて、はあ、で結局嫌で、はあ、でもう出ていくしかないと、はあ、でもう逃げたんですよね、その寮を、はあ、でそれから転々とですね、もうこういう上野とか、はあ、新宿、はあ、で野宿にするようになって、はあ、その炊き出しは、はい、主に、はあ、メインで、はあ、食べるようになって、で今度代々木の方へ、代々木公園ですか。はい、ああなるほど。それでそうですよね、彼女とジュリさんと、ええ、はい、出会ったんですよね。出会ったってことですよね、はい、うん、あでいろいろ世間話をしてて、はい、で彼女今ね難病なんですよ、はい、でずっとその病気のことも全部話して、はい、で納得はしてもらって、じゃあ、はい、一緒に行動するかっていうことになって、病名は全身エトリマ、全身エトリマ、うん、っていう病気なんですよ、はい、で全部調べたら、はい、で一応膠原病、はい、からリウマチからのあれでずっと、はい、そういう状況の膠原病みたくなって、うん、だからもう何ていうの、今はないんだけど薬とかもらってるから、うん、だからその入院した時あったじゃないですか、はい、その3ヶ月か入院したのはすぐだったんですよ、ですよね、で何も持ってなかったら、やっぱりこういう一人じゃできないじゃないですか、ですよね、だからつって、じゃあ相当はっちゃんがいてくださって助かりましたね、うん、だから病名のことにかける本来言うかなと思ったら、いいよ、それでもいいですから、うん、一緒
行動するべって言われた。恋愛から一応恋愛関係で私はそういう感じで話してる。あ、ジュリさんの方が最初、ハッチャーのことを好きになってってことですか。半分はなってて、真剣になって話聞いてくれて、はあ、じゃあ何最終的に、はい、俺が面倒見るって言われたから、あ、すごいいい人だなと思って、はあ、感動的になっちゃって全部話して、はあ、だから本当は言っていいのかなってここで思ってて。なるほど、病気の話とかっていうのを、はい、だから面倒見てやるって最後までって言われたから、別に悪い子じゃないなと思って、はあ、最初出会ったんですけど、半分最初は同情だった、うん、その病気のことがあったから、うん、まあ、これで一人でまたフラフラね、うん、するんだったら俺でこついてくれば、うん、ある程度はその幸せにしてあげるからってことは言ったんですけど、うんうんうん、まあ、それ言った時ははっちゃんも、うん、もうジュリさんのこと好きだった。そうですね、うん、そういう愛情関係も、うん、あったんですね。じゃあ一応、まあ、お互い生きるために寄り添い合いながら、お互いちゃんとその男女として愛し合ってるっていう。じゃあ俺についてこう。どうしようかって思うんで、母親が大阪のもんだから、はい、大阪の方へ2人ある、はいはい、で3年前に大阪に行ったんですよ、はい、道成っていう、はい、あれに作ったんですよ、はいはい、最初は炊き出し、そんなら不動産屋の人がいて、いや夫婦じゃなくても入れたら、部屋貸してたら生活保護に行けないわ、自分で大阪の西成の方で役所に行って、はい、で生活保護を受理されて、はい、GK で一緒に暮らしたんですよ、はい、部屋借りて部屋の人、はい、スカルが一緒に暮らしたわけですか、はい、で17万ぐらいかな、スカルで17万円の東大の家賃もね、不動産屋さんに納めるんですよ、はい、大体残るのが11万ぐらいは残って、近所の、一般のね、一般の人ですね、要するに、いじめ毎日毎日窓際で言うんですよ、お前関西飛ぶやろ、成功受けてるやろか、おとなしくてあかんでとか。え、なんなんですかそれ。どう、ただ嫌がらせだと思うんですよ。その人は何、それじゃ普通の話ですよ。一般の人なんですか。どうやって分かるんですかそれが、二人がそれを吸うから。ほら、検査が来たりなんかして、それを近所の人が見ててってことですか。そう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 、でも検査がほら役所だからすぐバレちゃうよね。まあ、そうですよね、なんかここに役所の人が出入りしてるなってな、そうそうそう、なりますよね周りから。すごいですね、でもそんなことをやっぱ言うんですよ、大阪、東京じゃあんまないじゃないですかそれ。ないですね、だけどそれがちょっとあれ、プレッシャーになって寝らんなくなっちゃって、そういうのがもうプレッシャーかかってくるんで、だって昼間だけじゃないんですよ、夜中もちろん溜まったもんじゃなくて、それを、なんかケースワーカーに話しても、いや、持ってくれないよと、大人っていいじゃんと、そういうものがね、夜中にね、ガチャ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 やられたんじゃん。そうですよね、こっちもビビってね、寝てらんないですよ。よく3年も我慢できたなと思って、自分でも、あ、もうそれは向こうに住んですぐあったんですかそれが。すぐですよね。じゃあ3年間ぐらいは耐えたんですか。そう、一応耐えました。去年の12月の15日に、あ、じゃあまだ来て1ヶ月ぐらいなんですか。1ヶ月ぐらいです。あ、そうなんですね。そうですね、やっぱりまた担当の人はね、部屋を借りて、はい、ちゃんとに夫婦らしい生活をしたいなっていうのが、写真的な、どのくらいかかるか分かんないけどね。ジュリさんも一緒ですか、そこは。お二人は
夫婦ではないんですよね、籍は入れてないんですよね。私が一応茨城の方にいるんですよ、旦那と。えっ、ジュリさんはご結婚してたんですか？そうなんですか。だからもう小学校4年生の子もいるんですよ、はい、旦那と離婚したいんだけど、離婚一応弁護士通して離婚届も出したんですよ。でももう何ていうの、何回か連れ戻されて、もう見つかって、で今はパチャッとシェリアっては見つかってないんだけど、手元されたあの何肉体関係からんですよ。あの暴力を振られるのはそこまで、ね、旦那の妹から全部暴力に振られてだけど、旦那の妹なんですよ。で一応次男と結婚したんですよ。義理の妹ですね。そうそうそう、に保護者されて、で普通だったら止めるじゃないですか、全然止めも何もしないで、何もうやられっぱなし、私が義理の妹何ふざけてるんですよ、お前何回も言って愛してるじゃないですか、言って言われて、ここにてめえ本当最初に来んだったら殺すぞってもそう言われて、でもうなんか酒入るともうすごい変わるんですよ、性格。それでそれが嫌になってその家を逃げた部分があるんですか？でそれでもう一回あでそこまでしてまたあの何日か一週間経つとまた連れ戻され見つけてどっか行く、あのお子さんもいらっしゃるんですよ、ね、お子さんに会いたいなと思うんです。そうだから本当はあの知ってるから一人だから一人たいんですよ、あのかわいそうだその子だけは旦那と見るのは、だから本当にどうしてるのかなって、子供と一緒に生活保護を受けてあれだったらおめえぶっ飛ばすからな、お前なんか子供あの幸せにいる義理がねえんだって言われて、だから本当は連れ戻したいんだけど、でも一回小学校上がると携帯でその入学式とかああいうのを報道して調べてみたら、ああそしたら一応やっぱり行ったって学校の先生に確認して行った時は話母親の話を聞いて入学してますかしてますって言って、そういう今のジュリさんの状況があるじゃないですか、うん、そういうのがなければお二人は籍を入れて一緒になりたいんですか？結婚してそれでも籍入れられて待ってるんだけど、結局私がそういうのできないな、別れてくれないから、だから本当は行って話してすればいいんだけど、旦那の妹も全部呼ばれて騒がれるから、そこまでしたくないし、ただ子供がかわいそうのもあるけど、ただ子供が何どういうふうに育てるかはね、ちょっと気になりますよね。ちょっと待ってください。あ、こういう感じで入ってですね。あったかいですか、なんか。風なくした。風は来ないですね。中でどんなお話するんですか。でも私ほとんど寝ちゃう。私の場所に寝ちゃうから。はい。まだ起きたきゃいないから。はい。起きたいないんですか。どこ行ってるんですか、はっちゃん。はっちゃんはねトイレと、はい、タバコを吸える。あ、はっちゃんとジュリさんは、うん、幸せですか。そうですね。はい。幸せになったん、今までこんな幸せ、知り合ってから、はい、うん、はっちゃんに知り合ってから、だから普通だったら言えないじゃないですか、なんかあったら俺に言えとか言うけど、言えない時もあるけど、でも今ははっちゃんも今は幸せですか。そうですね、こんな生活でも納得するわけじゃないですよ、でも二人で入れれば、そうです、ね、うん、じゃあ先生、ありがとうございます。じゃあ先生いいですよ、寒いし出てくるとこがいいですか。手貸し上げないんですか、はっちゃん。え、こっちで貸し上げI keep dying.
きでも心に背は向けないで立ち向かえ。ちょっと待って、本番ぐちゃぐちゃじゃないですか。本番ぐちゃぐちゃ。